DM 見て思うのはね、うつ病の人が多いね。お前よく相談したよ。よく人に相談したな。何もかも放棄しろ。遮光カーテンとか買っちゃってない？あれ罠だからね。やってきまーす。意外とうまそうでしょ。なんか見てっか、お前らの DM を。あ、Tinder 日記いるじゃん。Tinder 日記1日目。周りの友達がみんな彼女でき始めて焦って始めた Tinder。スタさんが好きな気持ちが続く限り続けようと思う。マッチしたメンヘラ系、メンヘラ地雷系女子に目が好きと言われてライクされた。会話が続くかわからない。とりあえず頑張ってみる。あのね、間違ってる。はい、間違ってます。Tinder は会話しないでください。Tinder の使い方間違ってる、お前は。なんでお前 Tinder のアプリ内で会話しようと思ってんの？根本が間違ってるわ。Tinder でメッセージのやり取りをしようとすんな。そういう層が集まってないから。あ、でも、あ、一個だけコツ教えてあげようか。一個だけ、秘伝のコツ教えてあげようか。遊びに行きましょうって聞くんじゃないよ。イタリアンとか日本食どっちが好きって聞くの。遊びに行くこと確定しちゃった方が行きやすい。遊びに行くか行かないかの決定権を相手に委ねるんじゃないよ。遊びに行くことはもう勝手に決めとくの、こっちで。で、何食いに行くかの質問をしな。Tinder はそういうとこだよ。本当に。本当に。お前の Tinder 日記楽しみにしておくわ。楽しみにしておくわ。最近なんかその、それこそね、なんかメンヘラ動画とかの反響がすごくて、DM の件数が一気に増えまして。それこそなんか筋トレ動向の、動画を出してから、俺サブスクライバーの人にしか、そのアドバイスってしてないんだけど、なんか DM で勝手に自分のご飯張って報告してる人とかめちゃめちゃいて。それからかなちゃんも俺の動画を見たのかな？この前、かなちゃんと配信外で通話して、なんかかなちゃんも一緒になんか体づくりっていうかダイエットみたいなの頑張りたいって言ってたから、かなちゃんと通話してどういうダイエットした方がいいよってのを教えてあげた。かなちゃんもなんか脂質制限始めたらしい。メンズメイクも教えてって言ってたよ、かなちゃん。すごい。モチベーションの塊だった。あとね、DM 見て思うのはね、うつ病の人が多いね。うつ病。まあほんと直近で言うと、今日うつ病って診断されました。学校では普通で、家や親がきつかったのが原因です。うつで学校に行くのも辛くなってしまったので、どうしようか考えています。通信に変えるか、なるまで待つか。僕はゲームは、まだ好きであるので、やり続けたいのですが、なぜか好きなのに面白くはないという、謎の無感情ゲーミングになってしまいます。配信を見れるくらいが唯一の面白いものです。すがみさんには楽しく配信してほしいです。そこだから。こんな状況になった今のささんに謎に、伝えたい気持ちがあったので DM しました。意味がわかりません。GG。という感じ。まあ、かなり目いってる感じの DM とかが増えてきて。まあでもね、まあ、君たちがこうやって自分が今どういう状況かっていうのを言ってくれるから、俺も喋る気になるんだけど、俺もうつ病の時期あった。俺もうつ病だったことがあるんだよ。学生の時が一番でかかったかな。まず治すっていうより、まあ、人に相談したのが偉い。何かをしないと治らないんだけど、何もしないのが一番治るんだよね。ちょっと難しいんだよ、うつ病って。で、それを一番解決するのがそう、助けを求めることで、まず、順序立てていくと、俺の周りには、それを、俺が、その、うつ的な症状があるってのを察してくれた人がいて、運よく。その人が、もう、すべてをやめた方がいいぞっていう。で、俺はその人に抗ったんだよ。いや、今ちょっとこういうことがやりたくて、今こういう気持ちではあるけど、前に進みたいんですよ。いや、それはやめた方がいいと。もう何もかも今やめて、思考をゼロにした方がいいって言われて、その人が、アドバイスしてくれたのが、その人が実際にうつ病になって2年間ダメにした人だったの。すごい活動的な人でいろんなことやって、でもいきなりうつ病が来て2年間赤ちゃんみたいな生活をしたと。一人暮らしをしてたんだけど何もできない感じだって、風呂も入らなくてご飯も食えなくて。そういう人を増やしたくないから、
で、お前がそうなりたくないんだったら、今すべてのことをやめろと。無理になった方がいいよっていうアドバイスを受けて、俺は無の時間を作って良くなったかな。だから、今、DM にもあったように、僕はゲームがまだ好きで、とかなんか学校に行くのも辛くなってとか通信に変えるかとか考えてるじゃん。もう考えてる時点でそのうつ病っていうのは治るところからちょっと遠ざかってんのね。何もかもやめる勇気を持った方がいいよ。なんかメンタル的には君が今その何かをやめなかったら脳のパーセンテージ出力って 30% のまま今から長らく続いてくんだよ。でも、その、ちゃんと勇気を持って辞めた1ヶ月、まあ2週間から1ヶ月で脳の稼働率を 100% に戻したとしたら、その後、しばらく 100% 稼働するんだよ。30% の脳みそだと、考えれないことってあるの。ひらめかないことってあるんだけど、100% の脳みそで考えれること、ひらめくことってたくさんあるから、30% の稼働率でいるのがもったいなすぎる。絶対的に、休んだ方がいい。これは俺から言える。お前よく相談したよ。よく人に相談したな。で、お前の周りには、今放置した方がいいと思わせられる環境がないかもしんない。だから俺に相談してよかったよ。何もかも放棄しろ。何もかも考えない1ヶ月をくださいって周りの人にお願いして。で、その1ヶ月でどうにかしようとしないで、どうにかしようとしないでっていうか、1ヶ月が終わったら何をするかを考えるんじゃないの。うつ病を治すことに全部っぱしてほしいんだよね。なんか俺がさ、これを言ってもちょっと説得力が若干情けに聞こえるかもしんないけど、なんか最近俺がダイエットとか運動とか言ってるからね、またお前そんなこと言い出したんかみたいな精神論やんって言うかもしんないんだけど、運動とか太陽の日光に浴びるのが一番なんだよ。俺がうつ病を治すときに一番効果を感じたのは朝の散歩、ランニング。日光浴びるのが大切だよってちょっとスピってるように聞こえるんだけど、メラトニンが分泌されるんだよね。ちょっと噛み砕いて言うと、うつ病の人とか気分が沈んでる人っていうのが一目散にやんないといけないことっていうか、俺が実体験を経てこうした方がいいよっていうことが、朝起きたらどんなに辛くてどんなにやりたくなくても本当にそこに抗って、水分とおにぎりでもいいし、ベストはバナナか納豆。それが食べやすいから。バナナと納豆ってメラトニンを生成してくれるんだよ。バナナと、ね、納豆のどっちかを食べてから日光をちゃんと眼球に入れて散歩をすること。こんなに良くなってくのってぐらいに気分が晴れてくるよ。騙されたと思ってやってもやってみてほしいんだよね。うつ傾向がある人。日光に浴びてなくない？よく考えてみると。なんかさ、遮光カーテンとか買っちゃってない？あれ罠だからね。引っこもってて生活習慣が狂ってる人が遮光カーテンを買ってしまうと本当に日光に触れる時間がゼロに等しくなるの。これマジなんだよね。俺これまあその病院に行くとかも大切だけど、病院に行っても多分それと似たようなこと言われるし、 SOS を出せた君は偉いから、とりあえず俺に SOS を出したんだったら俺の言うことを聞いてほしい。スピってると思わないでほしい。これマジなんだよ。これマジなの。で、うつ病が治ったら、普通だったら、そこで、ああ、何しようかなって勝手に思い浮かんでくるから、考えようとしなくても、その、休んでた期間より先のことを勝手に考えるようになってる。苦じゃないような形で考えられるようになってるから。朝どのくらいの時間散歩した方がいいですか ?20 分以上。まあ、これは俺の実体験として君たちにお勧めできる話なんで、ちょっとやってみてください。もしこの DM を送った人が、俺の配信を見てるんだったら、本当に脳みその稼働率 30% の時って苦しいしな。濁ってる感じ。ずーっと寝不足な感じ。その環境が周りにあるといいね。でもこの相談してくれた人は、なんか原因が親って言ってるから、親が理解ないとマジで詰むからな、これ。パチンコの人には打つに来ますか？いや、聞かないんじゃない？まあでも、パチンコ行くんだったらまだいいんじゃね？歩いてパチンコまで行けばいいじゃん。確かに。負けたら鬱になるわ、かもしんない。うわ、もうさ、起きた時ってさ、
うん、その、うつ状態にある時に起きた時って絶望じゃん、本当に。もう眠いしさ、風呂とかも入りたくないしさ、飯なんかも食いたくないしさ、ましてや外なんて来るなんてバカみてえじゃん。でもそこに、うーって抗って。どうにか頑張って外行ってみて。